列バック駐車をするときは、まず車内ディスプレイで駐車プランを選択し、その後車外でリモートパークアプリを使って操作します。まず駐車したいスペースの前に車を移動させ停車します。アドバンストパークスイッチをオンにし、車内ディスプレイのリモートパークスイッチをタップ。次に駐車プランを選択しタップ。設定完了をタップしたら、車内での操作は終了です。スマートフォンとスマートキーを持って車を降り、動画のこの位置に立つとスムーズにご利用いただけます。スマートフォンの Bluetooth 設定がオンになっていることを確認してから、リモートパークアプリを立ち上げます。注意事項を確認して同意をタップし、スマートフォンアプリと車が接続されたら OK をタップ。駐車プランを確認し OK をタップすると、車の操作画面が表示されます。円の中で指を動かし続けると車が表示経路に沿って動き始めますので、周囲の安全を確認しながら駐車が完了するまで指を動かし続けてください。スマートフォンの画面から指を離すと車の動きも止まります。もう一度円の中で指を動かし始めると車が動き始めます。駐車が完了したら車両電源がオフになり、ドアがロックされます。終了をタップし、リモート機能を終了してください。